にちは、うなずきすと誠一です。今日は京都で英語と数学を教えてらっしゃる滝誠二さんにお話を伺ってみましょう。 No plastic bag please みたいな雰囲気だけはすごい、ね、言っててそしたら相手があたふたしはる。いや、しますよ。だってその時代で言ったら、ねえ、そんな外国の人って少ないじゃないですか。まだそうなんです。今の京都と違って、はい、どこ行っても外人さんっていう時代じゃないですもんね、ところが僕の心はやっぱり日本人なんで、あとあたふたしはったら、いや悪いことしたなって思うんですよ。やっぱりなんか不必要にあたふたさせて、そのあたふたしちゃいますよ。それだから僕だからもう、あ、これあかんなと思って、これは人に迷惑かけてるわと、自分の英語のブラッシュアップのために人に迷惑かけたらあかんわと、と思ったところで、僕の英語っていうのは基本的にカンフーなんですよ。カンフー、おー、カンフーイングリッシュ。そのカンフーイングリッシュ、 なぜかというと、まずはこれちょっと考えてほしいんですが、人の、まあ会話してますよね。人間会話しているときに、人の自分が話してるときっていうのは、例えばね、誠一さんね、僕の話今聞いてるじゃないですか。はい、その時に相槌は打ちますが、はい、僕が喋ってる ところに誠一さんもガーッと言ったらガッチャガチャするじゃないですか。ガッチャガチャもう全然こう噛み合わないですよね。そうで、聞いてる時は聞いてるじゃないですか。話してないじゃないですか。ということは、聞いてる時は話してないし、話してる時は聞いてないんですよ。分かります。ああ、なるほどね。だから人とのコミュニケーションというのは、聞いたり話したりして、それでコミュニケーションは成り立つでしょう。ところが英語を練習したいというならば、聞くのと話すのを別々に練習して構わないんじゃないかというところが立脚点なんです。うわ、すっげえすごいっすね。1ミリも思ったことないです、それは。だいたい英語やらなあかんなって思ったら、ね、英会話行って外人と話したらあかんなって思うでしょ。その小話してる間って、もしかしたら無駄かもしれないですよ。というのはなぜかというと、聞き取りがしたいんやったら CD 聞けやいう話でしょ、YouTube 聞けやいう話でしょ。それでできますもん ね。しかも外人にガー喋られてたら、このなんか今の単語分からへんとか思ったら、ね、YouTube やったら、なんかうにゃうにゃってしところやったら調べ、できるでしょ。調べれるもんね。ということは、外人と話するんやったらね、YouTube でするか、僕らの時代やったら CD に回で、あ、こう言ってたんかと、した方が勉強になるわけですよ。なるほど。リスニングに。そうですよね、そうやってましたもんね。ところがスピーキングはそんなわけにいかない。やっぱり人必要じゃないかと。相手がいないと。いや、そうでもない。あ、そうでもないんですか。なぜかというと、例えばね、あの外人と喋ってるとしますよ。だから外人さんがバー言うてきはると、それに対して「おやおやおや」って言ったとしても、こっちスピーキングの練習になってないじゃないですか。なってないですよね。なってないですよ。外人が喋ってるの、これ外人のこいつはめっちゃ、自分で言って酔いしれてるかもしれんけども、こっちは「おやおや」「あ、通じてる、あ、こいつ物分かりええな」って思ってはるぐらいです。そうほんでこっちが何か喋ろうとして、そうですね、12月の終わりまでに、論文を完成しなければいけないんですがとか言おうとしてて、バイディセンバーとか言ったら外人の「Oh yeah, I understand what you mean. By the end of December you have to finish writing your essay, man」 みたいな感じで言ってくると、それ言いたかったのに、言いたかったのに、さっき全然練習になってないやみたいな感じになるんでね。お察しの通りですってことですね。だからやっぱり戻るところ「Oh yeah, oh yeah, thank you, thank you」何の練習になってない。あ、ほんまですね。ということは、英会話っていうのはもしかしてね、その英語を喋れるようになるような近道のような気がして、実は遠回りかもしれない。はあ、なるほどね。